皆さん、ハッピークリスマス。今日配信日は12月の25日金曜日、クリスマスです。今年はね、きっと皆さんお家に帰ってゆっくりね、チキンとかケーキを食べながら過ごされるんじゃないかなと思います。楽しい夜を過ごしてくださいね。クリスマスですけれど、今日テーマはお正月です。明日からね、気持ちをガラッと切り替えてお正月の準備をしましょう。それでは参ります。スタート。はい、それではまずは材料のご紹介です。今回はね、100均 DIY ということで100円ショップで揃えてきたんですけれども、このリボンはね、ダイソーさんでしょ。で、これ前も使ってるこのクラフトワイヤー、クラフトコード、これはセリアさんでしょ。で、このボールはあのクリスマスリース100均 DIY で使った時にダイソーさんで買ったやつの残りというか使い回しです。で、それ以外のここにあるものたちはちょっと珍しいお店で、ナチュラルキッチンっていう、あの100円ショップって言っていいのかわからないんですけれど、100円のアイテムがたくさん置いてある、あのおしゃれなインテリアショップで購入してきました。あのね、他の100円ショップにはない結構あのいいものが珍しくて、おしゃれなものが置いてあるんで、あのおすすめです。で、このね、鶴のオーナメントだけ、これはね300円だったんでご了承ください。あとはね100円でした。ではこれらを使って作業を進めていきます。まずはパーツを小さく細かく切り分けていきます。この後ワイヤーを使ってチェーン掛けをしますので、茎の部分は数センチ残しておいてください。はい、パーツがね細かく切り分けられました。で、今回のお正月の壁飾りのデザインは、何回か前にも、100均 DIY でクリスマスのリースを作ってるんですが、その時のテクニックと同じテクニック、チェーン掛けを使ってね、また今度お正月バージョンでやってみたいなと思います。復習ですね。だけど今度はたくさんありますので頑張らなきゃいけません。じゃあひたすらこのワイヤーでチェーンを作っていきます。小さくなったパーツの茎またはワイヤーの部分にコードをくるくるくるとしっかり強く巻いて、その後ワイヤーとワイヤーをネジネジさせます。それを繰り返してパーツをワイヤーにつけていきます。全種類をミックスしてチェーン掛けをしてしまうと、後でバランスが取れなくなってしまう可能性があるので、葉物は葉物、枝物は枝物、花は花、ボールはボールという風に分けてチェーン掛けをしていくといいと思います。今回の材料はナチュラルキッチンで揃えましたが、もちろん他の100円ショップでもこうしたお正月の材料を売ってますので、なんとなくこう小さく分けられそうなものを購入してぜひやってみてくださいね。では材料のチェーン掛けが終わりましたが、この大きなお花だけはちょっと後でバランスを見てつけたいので、これだけ残して残りのものはチェーン掛けしました。で、ここからはこのベースにね引っ掛けていきます。チェーン掛けをした時にワイヤーの先端を10センチぐらい余分に取っておいて、そのワイヤーを使ってベースにくるくるくると巻きつけていきましょう。はい、
作ったチェーンは全て取り付けが終わりました。で、この取っておいたね、少し大きめのっていうかな、目立つこれ椿かな、これをね、最後チェーンをこう取り付けながら配置を考えてつけていってあげたいと思います。はい、つき終わりましたので、最後は飛び出ているワイヤーの処理です。ちょっとね、こう先端を中に入れ込んであげて危なくないようにしたり、下はね結構暴れちゃってるので少しこう短めに落としちゃいましょう。はーい、完成でーす。はい、ね、今回も使用したこのテクニック、チェーン掛けのテクニックは、クリスマスリースの時にもご紹介させていただきました。だけどね、こうして材料が変わると、あ、全く違った飾りができるんだなってお分かりいただけたんではないかなと思います。今回はね、このパーツ一つ一つがとても小さいので、全体にこう繊細な仕上がりになっています。なのでこうドア飾りっていうよりは、もう少し皆さんにこう間近で見ていただけるような場所にさりげなく飾っていただくのがいいんではないかなと思います。お手洗いとかね。今日はねクリスマスなんですが、作っていたらお正月気分もね高まってきました。来週の金曜日は1日なんですよね。どうしようかな、やっぱりおうち時間がねまた楽しくなるようなお正月のアレンジとかテーブル装飾とか何かまた考えてご紹介させていただきたいと思います。今年も1年皆さん大変お世話になりました。ご視聴いただきありがとうございます。ぜひまた来年もどうぞよろしくお願いいたします。それではどうぞ良いお年をお迎えください。さようなら。最初の材料紹介の段階ではゴールドの細いリボンを準備していたのですが、デザイン的にない方がすっきりとしていていいなと思って入れるのをやめました。クラフトコードは1缶では足りず2缶使っていますので、今回の材料費は1,500〜1,600円といったところです。ぜひ皆さんもやってみてくださいね。